じゃあスパルと申します。おはようございます。ということでね、少し間隔空いてしまったんですけれども、朝の睡眠リサーチね、やっていきたいかなと思います。いや、ラピスラズリコハン来ましたね。後半のパートではね、ラピスラズリコハンに向けて育てたいポケモンなんていうお話ししようかなと思うんですけれども、まあこの子が強いよっていうだけになるかなとは思います。またね、寝顔図鑑なんかもね、こう埋めていかなければならないかなと思いますので、今週ね、私トープ洞窟におりますので、まあちょっと厳選的なところはね、進められないかなと思うんですけれども、まあ寝顔はね、できたら埋めていきたいなといったところ。結構ね、前半の部分のポケモンたちはあんまりもう寝顔埋まりきってるかなみたいなところがあるので、まあマルノームの星さんだったり、デルビルの星さんだったり、まあ影坊主ジュペッターあたり全然会えてないので、そういったところでね、寝顔埋めていければという一週間になればと思っております。ということでね、睡眠レポート見ていこうと思います。さあ、ということで睡眠レポートやっていきましょうか。まもなく170日目に到達するみたいです。1月10日水曜日の朝ですね。トープ洞窟2日目の眠りになります。昨日がね、計測失敗というか、途中でアプリが落ちちゃったみたいで、いつもの半分ぐらいしか計測できてなかったんですよね。今までで2回目とかかな。非常に残念だったんですけれども、なので昨日1日は元気管理めちゃくちゃ大変だったんですが、まあまあなんとかエナジー的な部分ではね、料理大成功とかも出てくれて、本日は2024万4200エナジーまでね、来ることができました。お腹の上根も見られるみたいなので、多分デルビルのお腹の上根見たことないんじゃないかな。見られたら寝顔も埋まってとってもラッキーといった感じになりそうです。ポケモン4体さあ見ていきましょう。ポケモン3体は明日到達するかな、さすがに厳しいかな。ということで、ゴクリンちゃんがお腹の上で寝てました。この右側のちょっぴりは何、ゴクリンちゃん、あーゴクリンちゃんちょっと長いから、多分こっちの右側のゴクリンちゃんがオスのゴクリンちゃんで、お腹の上のゴクリンちゃんがメスのゴクリンちゃんになるかな。頭の上のあれ何、ヘタみたいな部分ゴクリンの頭の上のやつって何、角あの触覚の部分がね、ちょっと短いんだよね、メスはね。さあ、ということで、トープウトウトね、毒カーニバルかなと思いましたが、しっかり狙いの一つである影坊主の寝顔を埋めることができましたね。星にこっくり冬寝です。トープ洞窟はね、なかなかラピスラズリコハンで活躍できそうなポケモンたちあんまり出てこないので、まあ良くも悪くも気楽にね、トープ洞窟で使えるポケモンたちを狙っていけたらなというところですね。そして左にはドクロッグちゃんもおりました。アーボはね、毒タイプのポケモン活躍のフィールド本当に全然来ないね。どうしようね。さらにドクロッグがもう一体寝ているよという感じでしたね。 OK、 残りまとめてリサーチしていきましょう。いやー、これ影坊主に会えたの本当に良かったな。今日は影坊主を狙っていく感じになるかな。いや、本当に毒タイプのポケモンたち活躍のフィールド来てほしい。まだじらすかって感じだね。まあでもいつか必ず来てくれるでしょうから、なんかおどろおどろしいフィールドで来そうだよね。ゴーストタイプもまだだし、そういうのでね、一緒に来るのかななんて思いますけれども。さあ、ということでおやつタイム行ってみましょう。さあ、ゴクリンちゃんがゲットできそうですが、本日は一体もお迎えをしたことがない影坊主ちゃんをね、お迎えしていこうかなと思います。ということで、ボーナスサブレは影坊主にあげていきましょう。よろしくね。この宙返りめっちゃ可愛いよね、影坊主。さあ、ということでね、次回がゴースト島ではないということも確定しましたので、影坊主厳選はさらにゆっくりでいいかなと思いますね。この寝顔ね、2つ目のこっくり冬寝を見せてくれた子の方をお迎えしようかななんて思います。さあね、ポケサブレ結構ね、今週めちゃくちゃ上げちゃったので、明日以降とかからはセーブすることにもしかしたらなるかも。ちょっとまあ状況を見て考えましょうかね。スリープポイントで交換できるポケサブレも結構ね、交換してしまいましたので、まあそういった側面もあり、ラピスラズリコハンが来た時に全力を出せるようにしておきたいなと思ってます。個人的にはね、ミニ流系統ももちろんそうなんですけど、やっぱりラルトス欲しくないねえ、皆さんサーナイトエルレイドを使いたいっていう人めちゃくちゃいっぱいいるんじゃないかなと
思いますので、まあ、そちらにね全力を出せるように、まあまあ今週来週は温存目で、ていうか今週温存目の方がいいのかな、私トープ洞窟ラピスラズリにねあんまり影響しなさそうだしね、といったところを考えながらなんですけれども、まず考える間もなく影坊主ちゃんをお迎えしました。レベル11おとなしい子です。さあ見ていきましょう。影坊主はね結構足早いからね SP 高いんだよね。最大処理数がもうはちゃめちゃなことになっております。サブスキルは最大処理数アップ L と何ですか、せーのドン、ということでスキルレベルアップ S ということでね、スキルが大得意な影坊主ちゃんですね。元気回復量マイナスはね、私メインアカウントのパーティー元気オールのポケモンとか積んでないので結構ね管理大変なんですけれども、まあまあまあ私ぐらいの睡眠時間の人であれば比較的使いやすいのかななんて思ったりもします。そんなね影坊主ちゃんでした。ありがとう影坊主、よろしくね。さあというわけで戻ってまいりまして、ラピスラズリ湖畔新ポケモンの追加とともに詳細軽く発表されましたね。私もね以前予想で今年が辰年であるということと、ミニ竜系統がね海竜がすでにポケモンスリープのスタンプでお披露目されていたことから実装ほぼ確実だろうというところでドラゴンのフィールド来るんじゃないなんて予想してたんですけれども、蓋を開けてみたら草エスパー格闘のフィールドということでね、予想は大外れだったわけなんですけれども、ラピスラズリ湖畔上陸にあたってね、どんなポケモンたち育てていけばいいのかというところで、まずね木の実タイプのポケモン見ていこうかなと思います。といってもチコリータ系統とマンキー系統しかいないんですよね。エスパータイプの木の実タイプがいないということで、それもあってねラルトス系統木の実タイプで来るんじゃないかという、まあ、個人的な予想なんですけれども、予想当てになりませんので、ひとまずねメガニウムとオコリザルの性能をおさらいしつつ厳選の方向性をね絞っていこうかななんて思います。そんなわけでね、いつものごとく睡眠時間は9時間を想定していて、レベル30無補正でメガニウムとオコリザル、そしてベイリーフ並べてみました。やはりね1日の総獲得エナジーというところで考えると、未進化するメガニウムはオコリザルより多少強く調整されてるみたいですね。ただしメガニウムもオコリザルもお手伝いスピード自体は一緒なので、草タイプのねドリの実のエナジーの高さで、まあ、メガニウムが勝ってるというような印象ですかね。個人的にね注目したいのは食材の方になるんですよね。まあメインスキルがねどちらも同じっていうのもあるんですけれども、かたやカカオ蜜のチコリータ系統とお肉キノコのマンキー系統、どちらもね料理ジャンルによっては全然使えない食材が出てくるっていう組み合わせになってたりするんですよね。たまたまねカカオ特化の子と豆ミート特化の子がいれば、まあ1日1食ぐらいはムラッケチョコミートサラダ作るなんていうこともできたりはするんですが、現状のねフィールド適性のある食材タイプたちがどちらかというとカレーの種だったりサラダの種で活躍してくれるポケモンたちとなっているので、個人的には穴を埋められるデザートが得意なチコリータ狙いたいかななんて思います。カカオカカオの子が来てくれればね絶対眠りバターカレーなんかにも力を貸してくれそうな雰囲気はあるんですが、現状ね体感的にもチコリータ第二食材甘い蜜の子の方をたくさん見てるので、まあ、やっぱり甘い蜜の選択率の方が高いかなっていう気はしますね。逆にデザートはもう切ってしまって、カレーのシューだったらほっこりホワイトシチューだったり、サラダシューだったらバカ力ワイルドサラダ狙うよという人であれば、オコリザルの食材数自体は少ないんですけれども力貸してくれるんじゃないかななんて気がしますね。オコリザルちゃんね第一食材が豆ミートであるということもあって、ウノハナ攻略のためにトドゼルガ育成していた人だと、第二食材豆ミートのトドゼルガだと結構ね豆ミート足りるよりかなと思ったりもするので、とね、トドゼルが育ててる方なら結構もう高レベルになってきてるかなとも思うので、そのあたりの手持ちと相談するっていうのもいいんじゃないかなと思います。パルねメインアカウントトドゼルが2体おりますので、そういったところからも現状狙っていくのはチコリータになりそうだなという感じがしますので、来週からね再びシアンの砂浜に戻ってチコリータ、そしてマダツボミ探しをしようかななんて考えてますね。すでにねメガニウム1体いるんですけれども、カカオカカオの子がいるとまたねデザート臭の安定感1段階増すかなという気がするので、そういった出会いがあれば同じといったところですね。まあねいろいろと言ってきたんですけれども、現状ねマンキー系統の方がウノハナ雪原で出現したり、進化後のオコリザルも出現するというところから、雨の集めやすさで言うと1段階
軍配上がるのかなという感じがするので、いっそね食材やメインスキル全て無視していつ行くで運用しますとか、まだね宇野花雪原の寝顔が全然集まってなくてラピスラズリ解放のために宇野花行きますっていう人とかだったら、怒り猿ちゃんもね非常にいい性能してるかなと思います。大きなね個性である第二食材味わいキノコもねぜひ使ってあげたいんですけれども、現状ね持ってくる数が非常に少ないっぽいというところで、それを生かそうとするとかなり難しいのかなという気はしちゃいますね。まだね味わいキノコ解放してないよという方には非常に魅力的な選択肢になるんじゃないかなとも思うので、ぜひねいろんな角度から考えてあげてみてください。そんなわけでね、皆さんはラピスラズリに向けてどんな厳選進めていきますか？思い出補正的にはね、やっぱり金銀ハートゴールドソウルシルバーで仲良しだったチコリータ大好きなんですけれども、ピカチュウ版でねマンキーよく使ってたんですよね。ピカチュウ版だとすごい序盤から出てきてくれるんですよね。ポッポコラッタぐらいのタイミングから確か出てきてくれるので、マンキーいやーどっちも思い入れあるなー。まあ、最終的にはねラルトスだったりヌイコグマとの相性っていうのもね考えていくことにはなるかなと思うんですけれども、現状こんな感じで見てみました。パルはフレンドレベルも高いし、願わくばカカオカカオの子も狙ってみたいし、トドゼルガで豆ミートの供給も間に合ってるし、シンプルにデザート臭が苦手だし、食材の数が多いっていう特徴も嬉しいというところからチコリータを主に狙っていこうと思います。というわけでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッと押していただけますと動画制作の励みになります。本当にいつもありがとうございます。多少ね間隔が空いてしまっても見続けてくれる方がいるの本当に嬉しいです。ありがとうございます。それではね、ラピスラズリ湖畔に向けて様々な準備あるかと思います。一つずつこなしてまいりましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。